で今回やるのは高校生のバンドのスクチャの方々のレンジオン撮影をやらせてもらいます。1回目は私たちが学生がやらせてもらうんですが、2回目に皆さんにも体験してもらうっていう形になります。じゃあ、後ろにあるサンブースの説明の方、音響はお客さんに聞こえる音とバンドなどの演奏者に送る開始の音などの調節を行います。今回はギターのアンプとかそういうのも前に前から撮ったんですけど、そこから撮った音をこっちに送っていく感じです。そんで演奏している人に聞く音と、あとお客さんに聞こえる音の調節などをします。はい、今日の仕事はそんな感じです。これはコンサートの後ろを見てもらったら分かると思うんですけど、今立ったような照明を使ってコンサートの演出とかを作っていきます。以上です。スイッチャーっていう卓位なんですけど、このカメラ3台の映像をここに、集めて、このスイッチャーでカメラの絵をこう交換していく。で、ここのレコーダーで保存していく、そういう仕事を主にしています。スみたいな絵が撮る方が好きか、あそこで引いたり寄ったりもするか。いや、これも巻きに使ってほしいなと思ったら1、まあ、こっちかこっちが始まりますじゃあ2で大丈夫か。